台湾の統一マンガン大山ネギ焼き牛肉麺、揚げ麺に粉末スープ、調味料、レトルトの牛肉がついてます。麺は扁平でヒラヒラしてるけど弱くはないです。ラーメンとは違う食感です。スープは味噌主体で濁ってます。台湾の香りが漂い、適度な辛さが心地よいです。レトルトの牛肉は量は少ないですが、柔らかくて存在感が高いです。